はい、こんにちは。イラスト小銀蔵の岩橋ゆかです。さて、今日も早速始めていきたいと思います。今日はですね、昨日、紹介したんですけども、こちらのサンプラーの方のこのフェザーステッチの方をやっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。私もね、久しぶりに刺すので、今日はさっき少し練習をしてみましたが、今気づきました。これ反対だ。あれ、なんでこうなっちゃったんだろう。はい、ということで反対バージョンを練習したので、今日は今からこっちにチャレンジしていきたいと思います。ということは、さっきと反対のことをきっとやっていけばいいんだよね。では早速やっていきましょう。失敗したらごめんなさい。またその時はやっていきたいと思います。まずはじめに下からいきます。下から、今こっちが上から下に行ったので、下から上に行きたいと思います。ということで1番この辺から、はい、ここですね。そして今日は大きく分かりやすく 1,2,3,4 目でいきたいと思います。こんな感じかな。はい、そしてきっと今度はこっち側に 1,2,3,4 目で、きっとこういうこと。あ、すごい。あ、そうですね。はい、ということで説明していきたいと思います。今日は見えるかな、今度反対側に行きたいと思います。反対側から 1,2,3 ここですね。間違った、ここだ。そしてまた中心に戻る感じ、上に2目ですね。こんな感じで、はい。そして今度は反対の方に行くので、糸を少しこっちにやって、でここが中心、今度はここの線がね中心になっていくので、今度はこっちですね。で中心に戻る感じですね。こうかな。はい、そうだね。はい、そして今度はこっち側に行きたいと思いますので、今度はここからまた中心に戻っていく感じですね。こういう感じで糸をかましてもらって、そして上に引っ張っていく。はい、そしたら今度はこの平行しているところ、横のここが中心になるので、こっち側から中心に戻るように、カウント刺繍なのでマス目がね決まっているので、とってもやりやすいかと思います。そしてまた反対にかましてもらって、こういう感じですね。はい、そしてあと1個最後、今度はこっちに行って、また中心に行くと。はい、上がりました。そして最後終わったところは同じところに、あ、ちょっと見にくいかな、こういう感じで近くのところに刺してもらって、同じところでは大丈夫です。でヒューッといくと、はい、出来上がりました。これがフェザーステッチとなります。横に横にね行くので、木のね枝の部分とかやってみると可愛いのかなと思います。皆さんもぜひやってみてください。今日は、このねまっすぐバージョンのフェザーステッチでした。これをここまでは斜め斜め斜めに行って、今度反対に斜め斜め斜め、そしてこっちに斜め斜め斜めっていう風にやると、こんな感じになります。これちょっと応用編ですね。でもやり方は一緒です。皆さんもぜひ刺繍を楽しんでみてください。それでは
今日は、この辺にしたいと思います。それではまたね。また投稿します。